はい、ということで、決勝大会で2も終わり。小川さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。大田さん、初めて、キラクラ、まあ、最初お声掛けさせてもらったとき、はい、全然多分知らなかったと思うんですけど。そうすんだって、その前って多分もう10年以上前にちょこっと触ったぐらいかな、だったので、はい、呼んでいただいて光栄でしたね。ちなみにリリースされてまだ10年経ってないんです。あ、じゃあ9年前とかですね。ちょっと、盛りましたね。盛り癖が僕もあるかもしれませんね、どっかの選手みたいにね。はい、でもどうでした、その、クラクラ、ちょっと実況やってみて。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったし、何より、こんな、なんだろうな、知識をまだね、乏しい僕をこう、迎え入れてくれたコミュニティの皆さんとか、視聴者の皆さん、あとは一緒にね、登壇していただいた、まあ、国本さんと皆さんも含めてですけども、まずは本当に、感謝です。ありがとうございます。で、自分でもね、実際にプレイしてみて、自分ではもう到底できないようなことを選手がもう当たり前のように綺麗にするのを見て、ああ、本当にレベルも高いですし、あと世界大会の動画とかも見てても、その中でもやっぱり日本の皆さんって、選手皆さんって、すごいレベルの高いところで試合してるんだなと思って、で、そこでまた今回個人戦で、カリー選手、最後決勝大会も、決勝戦も本当ドラマある試合で、本当に楽しかったです。今後のね、クラクラがまた盛り上がるように、僕もね、貢献して参りたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。うまっ、いや、むずっ、うまっ、すげえ、むずっ、なんかプロだ、プロではないっすよ、いやいやいや、むプロになった今、ゆうたさんいとっか、2人目めちゃくちゃむずい、すげえ、これ、こう